それでは、これで全ての講義が終了したので、このシンポジウムも終わりになります。今回は3人の講演者、バラバラのタイムゾーンから講演していただき、皆さんどうもありがとうございました。クラブショック場合に、かなり、細かく統括した大きくで、かなり細かい反応性の違いから実用的な Tips まで、面白い話が聞けたと思います。それではちょっと最後にモデレーターの皆さん、講師の皆様、カメラを一度オンにしてください。はい、じゃあそれでは、これで今回の V シンポジウムを終わりにしたいと思います。皆さんどうもご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。